今日で退院です。今日はその退院の、最後の日にこのビデオを撮影しています。2週間、入院しました。手術はその入院して検査などを終えた2日後ですね。手術して、今日で、術後11日目です。で、退院になります。立ってるだけでしびれてたのはだいぶ改善しましたけど、まだ坐骨神経痛が残ってたり、手術前にできてた動きは、できなくなったこととか結構あるんですけど、手術っていうと大きな怪我をしたのと同じですから、回復するのに結構時間かかるかなっていうのは当然ですよね。手術してよかったです。一緒に同じ部屋になった方がやっぱりいろいろ経験しないと分かんないよねっていうことで、確かに手術も経験したり痛い思いしてみないとなかなかその本当に理解するっていうのは難しいですよね。やっぱり経験したことでいろんなことが見えてきました。やっぱり痛い思いをしたり大変な思いをするっていう経験が、一番大事だなっていうことですね。それは同室だった人も言ってました。で、今回漁師さんに会ったり、ホテルマンの、支配人もやってた方と会ったり、大学生に会ったり中学生に会ったり、あとはその山好き釣り好きの方とも会ったし、あとおばあちゃんたちですね。女性とは部屋が違ったのでなかなか今回お話しする機会はあまりなかったんですけど、おばあちゃんたちですね、廊下ですれ違ったり、部屋でちょっと顔が見えたら挨拶する程度の、方たちとは何人かお知り合いになったり、あと看護師さん、それから先生だとか理学療法士さんですね。理学療法士さんなんかにも大変お世話になりましたね。いろいろお話聞くことができました。そういった方たち、本当に感謝ですね。感謝しかないです。ありがとうございました。いろいろ経験できたことが本当に自分の人生の中ではプラスになったかなっていうふうに思います。有意義に過ごせたこともあって、何冊読んだかなって本を数えたら17冊読めました。この入院中17冊読めたことはとても有意義なことだったと思います。なかなかこんなにね、ゆったり時間をもらえるってことはないので、すごく有意義だったかなと思います。いよいよ明日から普通に仕事に復帰します。仕事ではちょっと緊張感を持ってやらなきゃいけないと思いますのでね、辛いこと、嫌なこと、困難なことからも逃げずに、立ち向かっていかなきゃいけないのかなと思います。今日はですね、このあと、うちの妻が迎えに来て、温泉にでも行こうっていうふうに言ってたので、今日ぐらいはゆっくりしたいと思います。今まで皆さん、いろいろご心配してくださった方たち、本当にありがとうございました。無事退院になりましたので、ご報告します。皆さん本当にありがとうございました。